マノチです。よろしくお願いします。ルーキーズ2020やっていきましょう。難易度変わらずです。いやー、今日勝ちたいね。なんかしばらく勝ってないものね。これシャープなんぼだ。まあ昨日ね、久々の負けはしなかったけども、ちょっと勝ちということに関しては初回以降拾ってないので、なんとか勝ちたいですね。今日は5月19日の中日戦取っていきたいと思います。あれはマスターじゃないかい。コメント読んでいきましょう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバー。マノッチさんの嘘だけどねを言ったとき、勝ちの率負けの率どっちが多いんだろう。どっちだろうな。なんか俺の中では負けてるときにもうとりあえず嘘ついておこうかなみたいなそんな感じ使ってる印象としてあるんだよね。意識をしてるわけではないけども、印象としてはやっぱ強いので、多分負けの率は高いんじゃないかなとは思います。塩見選手の学生時代のリアルガチな後輩です。やっぱりそうやって週刊誌とかのネタでいじるのはどうかと思います。本人もどう思ってるかわからないですし、見てるこちらも腹が痛くなって仕方ありません。いいぞ、もっと言ってやって。いいぞ。本作から2軍でポジション変更や新球種獲得が可能になりました。誰か抑え適性をつけて抑えを固定してみてはどうですか。ローキ君にちょっと抑え適性つけようかなと思いまして、なんかまあスタミナもねそんなあるわけではないですし、まあなんかその球速も速いし、なんか抑えに置いた時にめちゃめちゃかっこいいんじゃないかなと思って、抑えにしました。まあちょっと練習の経験値溜まってるんですけど、3日間日程では進んでるんですよね。この適切つけて、練習設定してからで1日であそこまで溜まって経験値がで、2日間ではちっとも溜まらなかったんですよ。どういう感じで溜まっていくのか、経験値が増えていくのかってのは分かんないですけども、うん、はい。大人になって嘘をつく人どう思いますか。良くないと思います。さあやっていきましょうか。そう、あの交流戦期間ちょっとスキップしない、日程表でスキップしない方がいいかなと思って、あの試合だけはあの試合にしてスキップしたんですよ。結果よって見たんですよ。そしたらね、ここ5月の16日見て勝ったの。いやこれね、動画に収めておきたかったな。まあ、結果での6対2だけども、勝利っていうものをねやっぱちょっと映したかった。まあ今日は普通に見せますのでね、勝利をね。オーダー、今日森下くんいきます。リリーフ陣こんな感じです。野手陣こんな感じです。まあちょっと調子云々はあるけども、これでいきたいと思います。やっとですね、佐藤くんの4番キャッチャーはね、はい、こんな感じでいきたいと思います。よし、5番ユニフォーム頑張ります。さあ頑張りましょう。いやーちょっとさ、日ハム清水選手大丈夫かね。なんかね、調子が狂っちゃってるのかなっていう気はしますね。ちょっと今俺の中ではちょっと出したい言葉あるんですけども、あんまり出してもいけないのかなみたいな。いいのかな。いいのかなはちょっと分かんないですけどね。どっかの五郎みたいになってたらちょっと怖いですよね。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。低めから大島第4球はブレイボーン。ボールはライナーで左中間へ。ヒット大島ナイスバッティングです。どっちかな。レッツシンク早いよ。多分待てよ、警戒すれば抑えれるか。警戒しても抑えれないような状況であればもう警戒はしないぞ。抑えれるな。いや警戒さえすれば抑えれる。もうバンと来たら仕方ない。警戒しようか。あーもうギリ。第4球を一塁ランナー走った。三振。
いやー素晴らしい気持ちがいいね今のはね。いいよ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 、いやいいですねいいですねいいですね。もう速攻打たれて嫌な気持ちになったけど結果的に気持ちがいいです。気持ちがいいっていうのが大事。なかなか野球でレフティーって言わないよね言うのかな。やっぱなんかレフティーって言ったらサッカーとかなんかそっちに行くんだけどな。やっぱなんか野球はサウスポーだよね。まあその英語というか横文字で言うのであればナイバッチでしたね。初球送りバント、サードボールを掴んだ、ナイスバン、スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ルーキー先制のチャンスを迎えます。うわー、どんまい、取りたいぞ取りたいぞ、点を取りたいぞ。どうしようか、先手返し、ずいぶん早い集中のようで上がらんぞ、レフト方向へ持っていきました。取りました、これで3アウト。先ほどのプレーに2回の表、これからドラゴンズの攻撃になります。随分ちょっとえらい成績残してますねビシエド選手ね。初球を打ちました。まあ今日はおとなしくしてもらおうと言おうと思った途端これだ。ビシエド、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投げた、インコース、いや空振り三振、投げっぷりが気持ちいいですね。第3球を投げました、三振。寺田選手の成績がちょっと寂しいですね。やっぱりホームラン打ったところでおっぱいがないっていうのはちょっとねやっぱ寂しいと思うんです。これはもうしかない、レフト前に出る、きっとレフトからサードへ、大丈夫大丈夫大丈夫よ。いいバッティングを見せました。ルーキー先制のピンチを迎えます。さあどうしますか、昨日と同じように敬遠でいきますか、敬遠でいきましょうか。違う、危ない危ない危ない、 DHR だ DHR だ、これはマスターと勝負です。マスターいい能力してんな、うん、マスターと勝負しましょう。集中、さあこの対決で低め、投球はこれから3球目、いやー空振り三振、いいですよいいですよ。森下2回の裏、まあもうねピンチ招くのはもう仕方ないです。バッターは勝又、投げました、低めボール球打った、強打、ボールを掴んだ、1点取りたいな、これでワンアウト、早々に1点取りたいな、もう先に点取られたらちょっともうきついんだよね。投げました、スラーブ見逃し三振、右バッターボックスは石川、第9球どこい、投げました、初球から打ってった、ナイバッチ、石川ナイスバッティングです。さあ2アウトから、まあまだね2回ですけども打てないわけではないっていうのはいいです。5球目打った、センター落下点、取ってアウト、3アウトチェンジ、一塁ランナードラゴン、さあしっかり押さえていくよ。ラストバッターから始まります。先頭バッターは大野、投げました、打ちました、取ってほしいな、ショートバウンド、セカンドから一塁送球、福田軽快な守備を見せました。バッターは龍の二打点、大島、いやちょっとな、さっき普通に打たれてるかな、本当しています、オッケーオッケーオッケー、いやちょっとここは3人で追いたいね、欲が出るね、取りました、いやこれで2アウト、ランナーありません、バッターは2番強打、あんまりね考えたくがないから足速い選手出てほしくはないんですよね。流し打ち、パッとこぼした、おお大丈夫だ、そして今拾い直した、仕方ない、はサードのエラー、いやもうバット勝負でしょ。第9投げた、よし大丈夫、あ無理かな、大丈夫かな、オッケー、これで3アウトになります。やっぱちょっとね全体的に守備適性が低いから動きが遅いんです。この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッター長そう、長そう、言っとくよ、長そう、投げた、いい、いいよ、やっぱそれだよ、これでワンアウト、あやっぱショートゴロバッターはトップに返ってね、やんないとやっぱ一発やっておかないとさ、はい、第2球、おいいんじゃない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 、ナイバッチ鬼アンダじゃないかい、田辺いいバッティングを見せました、いいよ、今日これで2打数の2アンダ、第9投げた、
抜けろ、オッケー、さあ一発いこうか、行こう、結構溜まってるよ、さあここで勝負に出ました、出てこい、第2球投げます、よし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 、2点入んじゃねえか、いや帰ってこれねえか、帰ってこれないかな、無理だったのか、なおもチャンスが続いて、バッターは4番佐藤、第1打席はレフトフライに倒れています、いやちょっとチャレンジしてほしかったな個人的には、第9投げた、初球を打った、ナイマッチ、レフト前ヒットになった、いい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 ですいいですいいですいいですよ、あ素晴らしい素晴らしい、リプレイをご覧いただきたいと思います、左バッターボックスは勝又、引っ張りがあんまハマるイメージがねえんだよな、さあ次の投球打ったショート前方のフライになりました、取りました、引っ張りいきますか、ちょっとレベル高いもんチョイスでいこうか、第1球投げました、初球から打ってった、惜しい、スリーアウトチェンジ、いやまあまあまあでかい3点じゃないですか、これはいいんじゃないですか、ゲームは中盤4回に入ります、この回のトップバッターはビシエド、通算100本塁打まであと6本としています、投げました打ちました、これはセカンドが正面、一塁送球、いや勝ちたいね、なんか今ちょっと勝ち見えてるんだよね、見えてるよね、まだ4回だけど、4回だけ見えてんだよ、打ちました、よしよしよし、当たり損ない、一塁へトス、まあもうねちょ守備面も今段階ではちょこっとまあ安定はしますし、どうしよっかな、いや内角行こう、いやホームラン打たないはずだ、大丈夫だ、打てないはずだ、投げました外のボールだよね、また内野ゴロ、一塁へトス、森下取ってアウト、スリーアウトチェンジ、だって今平田選手がホームラン打ったところであんまね、この動画の中で面白みがないわけに、亀澤選手がもういないわけで、この回の先頭バッターは石川、第9ファイト、投げました、初球を打ちました、いいよ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 、石川送るよ、いいバッティングを見せました、右バッターボックスは8番海老名、第1打席はセンターフット、ナイスバン、ピッチャーの右へ転がした、一塁送球、素晴らしい素晴らしい素晴らしいよ、ランナー送ってきました、センターフット、ランナー2塁に変わります、投げました打ちました、お、どうした、うん、もうバイトはいいぞ、これでツーアウト、ランナーは2塁、今日当たってるよ田辺選手は、第3球は面白いんじゃね、ナイマッチ、すげえ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 、いいよいいよ、すごい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 、リプレイをご覧ください、いいバッターは2番エグサ、今日3打席目、見ていけ、第9投げた、見ろって少しはレフト前進、少しは見て、よしだ、4回の裏が終わりまして、この1点はでかいだろう、5回の表4点を追いかけます、ドラゴンズの攻撃、先頭バッター森下君のスタミナ C か、第9まあどっかで変えることにはなると思うんですよね、そこですよね、もうあとは采配ですよね、うまくさばいています、そこミスんなければランナーはありません、右バッターボックスは8番阿部、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています、投げた、いいねピッチ、空振り三振、森下君いいね、バッターは9番大野、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています、いいね、空振り三振、ごめんすっごい今更だけどさ、やられたぜ、ちょっと守備位置見ていい、ちゃんとみんななってるよね、毎回変えるからさちょっと不安ではあるんだよ、いやすごいね、ガツガツ打ってんじゃん、大丈夫だよね、うんいいね、はい、はい、第5球投げた、もう1点欲しいな、バッターは4番佐藤、今日2打点を挙げています、投げた、初球打ってきた、まあもうチーム全体としてやっぱもう崩れた時にはもう手を負えないんだよね、もう何やってもね、今日はショートゴロと、あでもそうでもないか、今言っては見たけど、投げました、打ちました、ファースト左横の、結構リリーフ陣って安定してるっちゃしてる気がするな、ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ、まあその動画中でね、後半に入ります、バッター龍の2打点、大島通算1500本安打まであと5本としています、はい、次は4球目、
投げました。いい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 ですよ、取ってよ、頼むよ、お願い、よし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 、これで素晴らしい、俺なら取れない。バッターは2番強打、これが3度目のバッターボックス。いやーなんか嫌だな、強打選手はちょっと嫌だ。会心の当たり、うまい、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番アルモンテ、今日は三振とレフトフライ。ていうか向こうの一発がね全然飛んでこないけども、スリーアウトチェンジ、森下さん、素晴らしいですね。攻撃に入ります。先頭バッターは DH の森、今日は三振とセカンドゴロ。第9指示はまらん、投げました、初球から打ってった、これはヤゴロ、一塁送球、どんない、これでワンアウト、ランナーはありません。今6回でしょ。バッターは7番石川、今日3打席目。さあ次の投球、石川くんも当たってるよ今日。投げました、外のボール球打った、ショートバウンド取った、阿部軽快な守備を見せました。これで3人で終えたくはないな。右バッターボックスは8番海老名、これが3度目のバッターボックス。投げた、スラム、仕方ない、空振り三振、あと3イニングかい、まだ森下くんいけるよね。試合は終盤7回に入ります。いやだって向こうヒット3本に抑えてくかんね、もうできるだけ変えたくはないよね。投げた、打った、よし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 、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH、 いやこれ変に迷うぐらいだったら決めてかかっておいた方がいいんだよな。このイニングでラストだな、ちょっとスタミナ的に。投げた、打った、ファースト真正面、変えたくねえな、このクオリティはすごいな。何もできてないわけじゃん、もう中日も。投げた、高めボール球打った、田辺バックしていった、取りました。おお、ファインプレーで出たな、森下、最後はバックに助けられました、うん、かっこついてるもん、なんか変な頭いるぞ、素晴らしい。7回の裏、ルーキーラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターは決めてかかろうね、もう、いやーマッチ、ナイスマッチ、いやどうしようかな、全然言うこと聞かなかったね今ね、めっちゃ引っ張ったしね。送ります。打順は1番に帰って、田辺、さあここで監督は勝負に出ました。第9投げた、初球を送ってきた、かっこよすぎないかい、ちょっと素晴らしい素晴らしい、いやもう守備で使う、うちらの一発は。第5球投げました、打った、引っ張った、ナイマッチ、ワンボールの引っ張りになった、2塁ランナー3塁回って、いやここでね一発なしで点取れたのでかいよ、これはでかいよ。まず交番右の2人だ、今日2人のピッチャーとして、左バッターボックスは3番福田、今日はここまで3打数1安打。走りましょうか、走ろっか。第9、ウズサスタート、ストライクになった、あっ、オッケー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 、ウズサ今シーズン5個目の盗塁を決めています。第2球投げました、ボール、いやこの5点目がでかいな、いや迷っちゃうな、ピッチャー打ちました、セカンドゴロ正面、アウト、ルーキー、耐えて抑え、もう結果論だよなこれはな、結果どうなるか分かんねえよこれけどさ、これから4球目打ちました、強打、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして5対0、8回の表変えます、追いかけます、ドラゴンズの攻撃、交代、伊勢くんか坂本くんで行きたかったんですよね。ちょい見ててね、うん、これは左ピッチャー行きましょうか、はい、森下交番、ルーキーの坂本、よし頑張っといて、投げました、打ちました、いや仕方ないね、そう仕方ない、高橋、いい、大丈夫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 、いけるよ、阿部ここまで2打席連続三振、打ちました、引っ掛けた、大丈夫、やべえと思って俺すっかすっか、大丈夫だ、間に合え、よし、これはアウトです、この5点を上手に使ってこいよ。さあ6球目投げました、空振り三振、打順はトップに帰って大島、通算1000安打まで、
今俺の頭の中に一発はよぎったけど、もったいないよな、もっと使う場面があるはず。仮にここでホームラン打たれたところで3点勝ってるわけだ。よし、何も使わない。いや集中だった、集中使う。第4球を投げました。外のボール球。足速いぞ。よし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 、ナイスピッチ、ナイスピッチ。先ほどのプレーです。ドラゴンズセカンド。さあ、テンドロ。何点当たっていくか。この回のトップバッターは勝又。第4球を投げた。打ちました。ああ、そう、結構コメントでね、もうちょい代打みてえな、代打、まあ、要は選手のその入れ替えということだと思うんですけども、みてえなというコメントあったんですけど、今日全然ないね。ごめんね、全然なかったわ。どうなんだろうね、勝ってる時こそ動かない方がいいのかね、動くのがいいのかね。うわー、いい、お待ちして、バッチ。バッターは8番エビナ、これが4度目のバッターボックス。問題はサードの守備なんですよね。まあ適性持ってる人はいっぱいいるんですけども、あ、勝又くんがいけるのか。うん、そこまで変わらないんだなってことは、ちょっとダイソー出しましょうか。で走ろうか。岸くんでしょうね。まあ盗塁 C というところで、うん、まあ岸くんですね、これならね。ルーキーダイソーを送ります。俊足の岸、一塁。大丈夫だ。第9ランナー走った、外れた、キャッチャー二塁送球。よし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 、盗塁成功です。岸、今シーズン初盗塁を決めました。さあ打っていこう。さあここで勝負に出ました。いや、これはでかいでしょ、ここで一発使わせたっていうのは。投げた、打ちました。いや、しかも普通にないバッチでしょ。いや、もう柳町君決めるしかないわ、これはフルスイングでね。第2球投げた、落ちろ。いや、まあ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 、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。まあここポッポッと入れ替えるぐらいでいいのかなと。うん、これでさあ、ここは守備を変えて、いよいよ最終回を迎えました。うんで、ピッチャー交代ですね。5点差でも今一応抑えに置いてはいるんですけど、いきますか。防御率はいいですよ。いや、伊勢くんいきましょうか。出したいなと思ってた選手だったんで。坂本交番ルーキーの、もう全員使っていくぞ、使うぐらいの気持ちでいくぞ。この5点を意地でも守って終わるぞ。一発勝負は溜まってる、大丈夫だ。第4球をまずここ取りたい。投げました、よし、ナイスピッチ。最後は147キロストレート。次は5球目投げました、ナイスピッチ。18キロ直球、空振り三振。三三振でいこうよ。さあ試合の行方を左右する、出てこい、勝つぞ。三振はなさそうだ。投げました、打ちました。福田ボールを掴んだ、一塁送球。いやー、もう何法っていうのは叫べないのは寂しいけども、見事勝利を収めました。いやー、やりましたね、久々の勝利、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。やっぱ勝つと気分いいね、気分がいいね。さて本日のヒーローたちの、いや、もう今日はもう森下、あ、そうだ、この二人だね、この二人だね。今日は二人とも大活躍でした。今日は A かな、多分俺の予想 B、 あ、そう、辛口ね、随分。いや、まあまあ、結果的には最初から最後までもううちのペースで試合ができたのかなと。いや、森下君がやばかった、マジで。
森下くんだけで見れば被安打3だもんね。はい、次はどこになるのかな、中日で、広島ですね、はい、でちょっとあの気になるのが朗希くん、あ全然増えてない、なんでだ、どういうあれで増えてくんだろうね。やってはみたけどシーズン中に間に合うのかな、間に合ってくれればいいんだけどねはい、では、終わりましょうか、終わり、バイバイ。